はい、今回はベガスプロを使ってこんな感じの文字を 3D 配置して合成する方法をご紹介します。タイムラインにはこんな感じの実写素材を配置しています。この動画の動きに合わせるように文字を合成していきます。まずテキストを配置します。メディアジェネレーターデフォルトのテキストを配置します。淡路で撮影した素材ですので淡路と入力しておきます。そして文字を上に配置、こんな感じですね。そして通常であればイベントパンクロップなりトラックモーションなりで文字を平面的に配置していくのですが、今回はこの景色のパース感に合わせて文字を配置していきます。そのためにまずこの文字を 3D 配置できるように設定します。コンポジットモード、3D ソースアルファを選択します。するとこのトラックモーションが 3D 化されました。正面から見ると横 X 縦 Y の 2D の時と同じなのですが、この上から見た時この Z 軸が追加されています。前後の軸ですね。これで 3D 配置できるようになりました。さらに回転を有効にして見てみると、通常の傾きだけでなく、こういった横回転、縦回転ができるようになっています。これらを組み合わせて、素材の向きに合わせて合成を行っていきます。例えば、この建物ですね。このパース感に合わせて文字を配置します。まず、1を屋根の上に移動します。矢印キーで位置を調整します。そして回転、数値で変えていきます。まず傾きですね。そして Y 軸、横の傾きですね。こんな感じでこの建物の向きに合わせて文字を配置することができました。そして再生して確認します。こんな感じですね。では次にこの文字をカメラの動きに合わせて動かしていきます。先に最後の位置を決めておきます。最後のフレームを表示してトラックモーションのキーフレームを使って動かしていきます。タイムラインを同期します。そしてまず位置を動かします。もっとはみ出てる形ですね。ダブルの下の部分がちょうど角に来るぐらいの形ですね。もう少し右で上。一旦これぐらいとしておきます。そして傾きも調整しておきます。このあたりで Y 軸の傾きがだいたい 9.1 ぐらいになるのかなという感じですので、最後のキーフレームの傾きを9.1 に設定しておきます。すると
こんな感じでざっくり最初と最後の位置を合わせることができました。今このトラックモーションの文字の動きは最初の位置から最後の位置まで均等のスピードで動いているのですが、この実写素材のカメラの速度が一定でないため、この途中の動きが位置がずれる形になっています。この位置を手動で合わせていきます。最初から見ていき時間を進めていきます。そしてずれた部分を手動で合わせていきます。クリックして矢印キーで動かしています。こんな感じでざっくり合わせていきます。そして確認します。こんな感じでざっくり合わせることができました。あとは細かく詰めていくことでこの動きがずれている揺れですねを軽減していくことができます。こんな感じで微調整していきます。こんな感じで細かく調整していくことでカメラの動きに合わせて文字を合成することができます。今回は以上です。またお会いしましょう。